なんか、山本さんが今政治家になられて、一人で活動されてますけど、それをまあ、サポートできるみんなを作るというか、みんながこうできることっていうのを具体的に教えていただきたいんですけど。具体的にサポートできる内容を教えてほしいと。お金持ち友達にいますか？政治ってむちゃくちゃお金かかるんです。皆さんご存知の通りです。例えば東京選挙区、参議院の東京選挙区、山本太郎が2013年に、立候補した場所ですよね。ここにエントリーする、入場する、入場料を支払うだけで300万で、選挙費用、それ以外に事務所を借りたり車を借りたり印刷物作ったりとか、あと、人件費もあります。出せる枠があるので、いろんなものを含んだらおそらく3000万ぐらいかかります。これ最低限、最低限選挙をしてるっていう状況を出すためにはこれぐらいの費用がかかると。これ選挙区で、他にも、例えば全国の比例ですよね。全国比例って言われるやつ、あれは、政党ではなければ、例えば皆さんの市民団体から人を出すって言ったら10人立てなきゃいけない。1人600万円の入場料、合わせて6000万円、入場料だけですよ。狂ってるでしょ。どうしてこんなに高いのかって話なんですけれども、これ簡単なんですよ。俺たちの島に入ってくるんじゃねえぞっていう話なんです。まあ一丁前に何政治に興味あるんですか、いいですよ入ってきても、でもお金あるのっていう話なんですよ。簡単にはチャレンジさせないと。これ10分の1とか100分の1のなんですかね、チャレンジっていうかね、この値段を10分の1、100分の1ぐらいにしなきゃいけないでしょって。実際ヨーロッパでもそれぐらいの値段でできてるんだからって。どうしてそうしないのかっていうと、もう新規参入お断りって話なんですよね。それだけじゃなく、やれることも、違いがつけられてると、正当であるのと正当でないのとっていう話なんですけどね。とにかくお金がかかるというのが一点でも、残念ながら、企業側、大企業側が支援してくれるなんてことはありえませんから。逆に大企業、儲かってる大企業から税金取れっつってんのに、こっちはね、そんな人たち支援するわけないですよね。自分たちの利益が下がるようなやつを支援するはずがないですから。だからそういうところは 見込めないわけですよね。まあでもそれは例えば1人1000円出したとして、それで10万人で支援するとか、1人500円で支援してその人数を増やすとかってことで、市民側は、その応援する人を、なんすかね、力つけていくっていう方法しかないんですよね。で、それとはまた別に超根本的なところで応援できることはないかってことなんですけど、あなた一人で何人話まとめられますかってことだと思います。もっとストレートに言うと、あなた一人で何票集められますか。別に私たちのチームを応援してくれという話ではないんです。してくれるんだったらありがたいです。でもそういうことではなく、今この危機を抜けるためには、例えば大分だったらもう今一騎打ち決まってるんですよね。ね、野党統一候補みたいな形で決まってるんですよね。じゃあそこに対して、じゃあ自分一人で何票集められますかっていうことでしかないと思うんです。僕、やらしい言い方かもしれないけど、でこの中でじゃあもう私10票まとめましたって方いらっしゃいますか。この大分夏の参議院選挙に向けて、7月10日投票日、参議院選挙、野党統一候補、まあ、それ以外に応援するって人もいるかもしれないです。自民党側に入れるって人もいるかもしれないけれども、まあ、とそれぞれの、入れたい、この人を応援しようっていう人たちのために、私一人で10票まとまってますって人いますか。お一人。じゃあ5票をまとめましたって人いらっしゃいますか。お一人。じゃあ3票まとめたぜって人いますか。お一人。2票まとめたぜって人いますか。お二人。とりあえず1票、私の1票は確実だって方どれぐらいいらっしゃいますか。なるほど。これね、絶望的ではないんですよ。ほとんど自分の1票以外は手が挙がってない状況ですけど、これは伸びしろがあるってことなんですよ。今からやれることまだまだあるって話なんですよ。だからこれ希望だと思った方がいいと思うんです、まあ、これ怒る人もいますよ。何をやってんですかと。
もう7月10日の選挙に向かって1人10票ぐらいこうまとめていくようなことができてなければ、これどうやって一騎打ち勝つんですかっていう話をする人もいるかもしれないけども、そんなこと言ったってしょうがない、ね、今から投票日までに時間があるんだから、そこ伸ばしていきませんかっていう話なんですよね。どうやって支援するかっていう話なんですけども、この大分で、例えば、何だろうな、支援する、今の政治の状況を変えていくためには、まずその、選挙区で野党統一候補を勝たさなきゃいけないってことですよね。そのために自分一人で何票集められるかってことを極限までやっていく。そのためにはやっぱり普段話しづらい政治っていう話を、どう平たく話していくかってことになると思うんですけど、例えばみんな興味持ってる対象違いますよね、安保法案に、安保っていう問題に対してすごく憤りを感じてる方ってどれぐらいいらっしゃいますか。安保、昨年の夏燃え上がった安保、なるほど、ありがとうございます。じゃあ、そうやな、特定秘密保護法、これ私ちょっと気になるなって方どれぐらいいらっしゃいますか。ありがとうございます。じゃあ例えば、治安関連、例えばテロ対策法とか、じゃあ テロ資金凍結法とか、そういうことに私はちょっと憤りを感じているって方いらっしゃいますか。いらっしゃらない。例えば刑事訴訟法、これに対して私ちょっと憤りを感じているって方いらっしゃいますか。いらっしゃる、なるほど。じゃあ例えば、貧困っていう部分に対して憤りを感じているって方いらっしゃいますか。なるほど、これ安保と同じぐらいいらっしゃいますね。自分の中に一番言いたいことがそれぞれあるんだなってことがいくつかの例で分かったと思うんですよね。自分はこの問題に対して興味がある、まあ、今挙げたのは本当に数少ない例だけですけども、でも皆さんの中にそれぞれ一番訴えたいこと、私の18番的なものがあると思うんですよ。だからその自分の18番は話してる相手の聞きたい話とは限らないですよね。そう考えた時に、じゃあどういう話だったら聞いてくれるかっつったら、やっぱり生活と密着した部分、まあ、もちろん安保も特定秘密も原発も TPP も、ケース法も自分自身と関連のある話だけれども、ちょっと想像力が必要になってくるんですよね。想像しなきゃいけない。だって実際に原発事故が起こってて、それ収束できない、スリーメルトダウンという状況が福島であって、そして今地震が非常に多くなってて、そして仙台原発が、ね、再稼働され、それだけじゃなく、伊方にも原発が存在し、非常に危険な状況ではあるけれども、でもまだこの近所では事故ってないですよね。ってことはイメージ湧かないんですよっていう人が多いと思うんですよね。そう考えると、もっと自分のことだっていうふうに、あ、それ私の話って思えるような身近な話がいいかなと。消費税だったり貧困の問題であったりとかっていう、だって6人から7人に1人が貧困っていう状況なんだから、自分たちの周辺にも貧困の方いらっしゃるはずですよ。で、高齢者の5人に1人が貧困なんですって。該当者いるはずですよね。障害者の4人に1人が貧困なんですって。該当者いるはずですよって。単身女性の3人に1人が貧困なんですって。近くにいるはずですよって。だとするならば横につながれるはずなんですよ。でもっと広いことで言うならば、これ政府の調査で生活が苦しいと感じている人たちは 62.4% いらっしゃるんですって。だとするならば今の生活の苦しさというところから入り口を求めるっていう方法あると思うんですよね。どういうふうに持っていくのかって、過去最高益を上げてるんだってって。今企業は、大企業は、上場しているような企業たちは過去最高益ってどれぐらいって、あのバブルの時よりも儲かってんだってって。儲かってるけれども自分たちの中に溜め込んでるんだって。どうして溜め込めるの、内部留保として。内部留保として溜め込めるなんて当然ですよ。だって法人税も安くなっていってるしね。それだけじゃなく、働く人々がより安く、そして会社が責任を負わないでいいような働き方を国がどんどん法改正していってるんだから、あの内部留保をなんとかひねり出さそうなんて話なんて、あのお門違いの話なんです。だって法を犯してないんだから、真っ当な利益なんですよ。あれは企業の、そして株主の利益なんですよ。あの内部留保をなんとか引き出してなんて話にならない。そうじゃない、やらなきゃいけないことは、あの企業から取る税金、この税率をどんどん戻していくとかっていうことを実際にやっていかなきゃいけないんですけど、例えばその入り口として、わかんないですけれども、他にもあると思うんですよね。年金の問題、GPIF ね、皆さんからお預かりしたお金をどんどんその、その 50% の運用を株につぎ込まれてると。
ね、実際どんどん株につぎ込んでいってるけれども、マイナスになったらそれだけもちろん、ね、なくなっちゃうし、それだけじゃなくて、例えばプラスになったとしても、その株を売るんですかって話ですよね。売り抜けるんですかって。何兆円もの利益を得るために、その株を売ったら、じゃあ、株式市場どうなるんですかって話ですよね。そんなことにも使われない。じゃあ、何のために運用という名のもとに株にお金をつぎ込んでるのかって言ったら、これ、ただの焚き木ですよ、焚き木。燃やすためだけっていう。株価を自分たちの好きなところに安定させようっていうか、いうために焚き木のようにお金を、どんどん火の中にくべられてるっていうだけの話だと。例えばなんか、年齢層高い方だったらそういうところに反応しますよね、おそらくね。わかんないですけども、人によって投げる球、その、アプローチっていうのを、変えていくっていうのが必要だと思うんですよね。例えば大学生でもいいですけども、大学生だったらなかなか分かりづらいかな。大学卒業してから、何が言いたいかというと奨学金の問題ですけどね。大学に奨学金を借りながら大学に行ってたとしても、その時にあんまり苦しさは感じないかもしれない。どうしてかっていうと、まだ返済が始まってないから。大学を卒業して半年ぐらいで返済が始まるんでしたっけ。そこから20年ぐらいかかって返済する人もいるし、それ以上かかる人もいるかもしれないって考えたら、奨学金の問題だけで結構幅広い人たちにメッセージを届けることができるんじゃないかなと思うんですけどね。とか、なんかこう投げる球を、そうですね、自分の手持ちの球、その入り口、あ、また始まった政治の話みたいなっていう風な雰囲気にされないために、一番生活と近いところで球を投げていくっていう必要性、丁寧にお話ししていくっていう必要性があるんじゃないかなとは思うんですけど。だからごめんなさい、話戻ると、じゃあできることありますか。あります、いっぱいありますっていう話なんですね。まずは、あなた一人で何人に広げられるか、ストレートに言うと、あなた一人で何票集められますか。で、そのもちろん投票する先はそれぞれの自由ですけれども、自分がこれだと思うところにその票を流せるかどうかっていうことを一人一人がやっていくことで変えられるんですよね。それを一生懸命やってるのが企業ですよって、それを一生懸命やってるのが創価学会ですよって、それを一生懸命やってるのが日本会議ですよって話ですよね。じゃあ結果変わってくるに決まってるよねって、あの人たちが望むような世の中になっていくの当然じゃないかってことですよね。今はその状況だ、でもそれをひっくり返せんだよっていうことだと思うんですけどね。だって勉強会行ったりとか、いろんなことをね、話し合ったりとかするけれども、まだ皆さんは一人で20票集めるっていう活動は完了してないわけですよね。だとしたらやれることいっぱいあるなっていう話だと思うんですけどね。それ難しいのよく知ってますよね。それで喧嘩になったりとかしてね、疎遠になったりすることもありますよね私なんて芸能界の友達誰も連絡来ませんからねでも昨日ね、沖縄に行きの飛行機でね、同い年ぐらいのかなり有名な俳優がね乗ってたんですよ。昔仕事したことある、3回仕事したことあるね。で、向こうから声かけてきてくれたんですよ。ラッキーと思って。で、向こうから夜何やってんのって聞いてくれて、行く行く行くっつって、夜何やってんのって言われて、何やってるってこと言わずに行く行く行くって間の話は抜きにして行くからっていう話にして、ちょっと昨日の夜あったんですけどね。でもやっぱり表に出て何か応援するっていうのはやっぱりハードル高すぎるんですよ。でもふんわりと周りの友達に何やろな、協力、例えばスタッフであったりとか共演者であったりとかっていうところに話をしてくれるってことは了解してくれたんで、まあこれはこれで良かったかなとね。貴様、俺がこんな思いをしているのに、お前は能天気に未だに役者なんてやってんのかみたいなテンションだったら、もう誰も気がこの声さえかかってこなくなりますからね。だから、あ、いいねーって、ほんまに、まあ、助かるわーっつってね、そういうテンションで包み込むような感じで、ありがとうーっつってね、変わりました私もね。いや、だってもともと私人見知りですからね。いや本当にだって面倒くさいじゃないですかっていうか緊張するじゃないですか。もちろんお酒飲んだりとかしていい雰囲気になったりとかしたらね、なんか普通にコミュニケーションできますけど、普段の自分はコミュニケーション得意じゃなかったんですよ今まで。だけど今コミュニケーションしなきゃ広がらないじゃないですか、変えられないじゃないですか。じゃあしょうがないから自分が変わるしかないなっていうだけの話で、それだけのことなんですよ。変われるんですよね本当に。人は変われるっていうのは
自分自身が一番痛感しています。だってこんなに人生大きく変わることないですよね、うん、だから人見知りだったけれども、いや人見知りだからとかつってる場合じゃないなって、人見知りだから人見知りだからつってたらもう進まないじゃないですか。だから気持ち悪いぐらい丁寧にちょっと人と話しようと思って何なんですかね、今までの人見知りのこれ揺り戻しですかねでもまあそういうこともね、やっぱり重要だなと思って、うん、と思ってます。すいません、全然答えになってるかどうかわかんないんですけれども、ちょっと長くなっちゃいました、すいません。